こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンの FBA 倉庫、そちらの住所と、あと電話番号をご紹介したいと思います。で、現在オーストラリアで稼働している倉庫が7つ。7つなんですけど、例えばメルボルン1、そしてもう1個がメルボルン5。これ当然2、3、4あるはずなんでね。まあ少なくともあと3つは、まあ、土地が手当てされて準備中という形になります。2、3、4。これ10個ですね。で、さらに、パース2、3、1がないと。まあ、パースも当然1があるだろうということでね。まあ、だいぶ、この倉庫、少なくとも11個は、ね、稼働予定になっているという形なんで、まあ、今後ますますね、配送も早くなって便利になるんじゃないかということが考えられます。で、このオーストラリアの倉庫、まあ、新しくね、いくつか追加されてます。で、これ、数が大きいのね、5だの3っていうのは、もうほとんどね、人の手を介さず受け取りも配送もできるというような形になってるそうです。メルボルン5とかね、あとパース3か、その辺はそういう新しい、フィルフィルメントセンターになってるという形なんでね。まあ、今現在でも相当売上、売買ゲームで毎年伸びてますけど、まあ、ますますね、売上増えて、利用者増えて、まあ、我々も売れるようになるというのを期待してね、倉庫の、拡大と、それから受け取り作業がね、遅れがちなんで、遅れることが少なくなるといいななんていうふうに考えてます。またね、この電話番号とか住所の書き方、入力の仕方と、初めての時は戸惑うと思うんでね、確認しながら進めていってください。また質問、ご報告お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。